にゃんにゃん、どうもこんにちは、シュン TV シュンのシュンメイコです。今回も RPG のレストラン経営ってどうなのやっていきたいと思います。パート4ということで、前回の続きからになります。前回はまあコックさんをね、まあ倒したんですけど、まあ本来の目的は、店主をまあちょっとね、まあ店主にレシピをもらうことなので、さあどこに店主行けるかなーってことでやっていきましょう。あれ、あ、通れないね。なんだ、なに、この扉を開けるための機械ね。鍵を置いてそうな場所はなかったな。誰かが持ってるかな。なんだって、後ろはこういう場合って大体同じフロアの一番奥当たってましょう。分かった。ただ、でもただ戦わないといけないんだ後ろにな、背後使えるからね。上田がすげえ。お、みたいって珍しいですね。みたいはなかったと思う、今まで。じゃあ、どこ行こうね。ちょっとね、味合わせましょう。63、どこかけた。ミス、よしよし。14、44。ただ、ウェーター A は毒ダメージを食らっているので、まあ、もう一旦ぐらい置いといてもいいかな。じゃあ、ウェーター B。今度はこんなさせましょう。58。うわー、こんなじゃない。43。54。いや、待ってよ。これ、一体倒していった方が良さそうだな。とで、もう一回スパイスを、66、67、43、やばい、54、やばいぞ。これで、いや、普通に、あ、いや、これ普通に攻撃しても、ダメ、ちょっとね、怖いので、ちょっとウェーター A で。どうだ、倒れてほしい。4残り、やばいぞ。3。あ、そっか、これ、どこでは倒れないんだね。ただ、ちょっと、ごめんよ。ただ、ちょっとごめんなさい。体力を回復させてください。緑。体力200回復。47。44。毒は消えた。いや、毒消えても。いや、ちょっと上たい。これで、倒すと、まずは。79。よし、撃破。上た B の攻撃44。で、ここで、中直王子、100連行ですね。じゃ100列行ですね。ここから、神田よ、疲れる前、私のターン、神田。さあ、なんだ、52、73、61、倒せましたね。いやー、2体、ちょっとね、怖いね。2体同時で戦うのは、ちょっと、今のレベルでは厳しいのかな。まあ、ちょっと、アイテムで、ちょっとね、どこだ ?HP、そうやね、この、あ、でも、スキル効果ってなんだ、この虹ってやったらダメか。なんかスキルの時に使うとダメなのかな。そうだか、そうだよね。なんかそうだかとか言ったけど、そうだよね。で、まあ、とりあえず合成しましょう。ちょっと紫に、いや、2個作っといて、ちょっと虹も1個作っといて、で、あーっと、デーモンスパイスがないやん。1個しかくれない。パニックスパイスも1個しかくれないやん。ちょっとスキル攻撃が、できそうな感じじゃないな。とりあえず1万個ってこれ赤いじゃん、10個。ここはいけないもんね。一番奥ってどこのこと言ってるんだろう。危ない、あと危ない、うわーっと、スレスレ。あーっと、でも戦う。だからちょっと回らないといけないかな。ウェイドですか、出現。さあ、特殊技。まあ、地獄でいいかな。いいかな、こうやって。60、28、あ、でも、なんか、ちょっと受けるダメージを少なくなったような感じしますね。71、あれ?タータリ、やばいぞ。28、よしよしよし。よかった。さあ、どうだ ?71、よー、倒せました。10経験値。じゃあ、ちょっと奥まで頑張って行ってみましょう。はい、多分奥まで来て、まあ、戦ったんですよね。なんか、戦った後にカード、何かに使うかもしれないわね。もらっとこうってことで。カードティー。あとは戻るのみですね。じゃあ、戻りまーす。はい、ってことで、カードティーのとこまで、ね、戻ってきました。さっき取ったカードを使えるかなってことで、カードティーを通した。おー、増えた。やったー。やったー、セーブしよう。セーブしよう。とね、セーブします。で、あ、そうやね、
ここのスキルでですね、使えるみたいなんですよね。多分なんですよ。まあ、とりあえず、まあ、体力を、まあ、回復させるのはいいかなとか思ったりしてるので、まあ、でも3曲しかないんだよね。じゃあ、やっぱちょっと体力回復しとこうかな。で、とりあえず、この、紫を2個作っておきます。で、一応、ポイズンスパイス、あ、てか、まとめて作ろう。よし。これで、体力を、回復して、挑みましょう。おいしょ。よし。6着になりましたね。でもね、まだレベル2なんですよね。なんか、それが怖いんですけどね。フルセット緑余って、さっき作ったけど、紫作っちゃった。あー、なんか作ってる。あ、まあ、ということは、アイテムがいっぱいもらえるということは、もしかして、ずんごフレー、ずんごと、かんだよ、ずんどこ、グレープですね。おるやん、いけるじゃん。いけますよ。さあ、勝負だ。あなたが、この店の店主？そうだ。お前、ずいぶん暴れてくれたようだな。何が目的だ。じゃなかったよ。ほい。じゃなかった。キンジャーローストのレシピちょうだい。言わなきゃねえだろ。強盗信じたのか。あと、ほいってなんだ。強盗なんて人に決まるわね。もともとは、無理やりピーマンを食べさせようとしたからでしょ。どういうこと？キンジャーロースト食うならピーマン食えよ。あと、ほいってなんだ。ちょっと、天使ちゃん。ほいにそんな食いつかなくてもいいよ。ピーマンは苦いの。キンジャーロースが人気メニューだって言うから私のお店で出したいのよ。レシピちょうだい。コピーでいいからさ。むちゃくちゃなことを堂々と言うんじゃねえ。うちのレシピは門外不出の著作物だ。強盗に加えて知的財産まで侵害する気だ。知的財産何とかってか何だって。難しいことはよくわからないけど、キンジャーロースの本番にそういう概念じゃないな。なんだないことは知ってるわ。理由にならないよ。めんどくさいやつだな。成敗して気安に突き出してやる。勝負して、どちらが正義か決めようっていうのね。望むところよ。お前は悪で固定だよ。天使と戦うのか、ついに。天使と戦うのか。さあ、勝てるかな？レベル2ですけど。ちょっと不安なんですけどね。天使が、出現。チャーハン持ってますね。飢えたドラゴンと言われた俺の恐ろしさを教えてやる。あー、そういうのいいから。中華っぽいと、なんでもドラゴンなの？あと飢えてるようには見えないな。飢えたドラゴンじゃイメージ違いするから、他にかっこいいの考えてあげるわ。ドキドキ。群れたしうまいんだけど、ぴったり怒られるよ。せめて帽子だと言え。怒られるよ。てか怒られたよ。どうしようかな。かく乱地獄、なんか聞くかな。51。64。お？ちょっと、最初のあれにしてちょっと怖いかもな。どうしましょう。あ、てかな、なんかベリー、なんか、バリバリベリーもなんか使えるんだね。なんか15ターン攻撃力を強化する。ちょっとこれ使っとこう。攻撃力強化。ガム乗りして。攻撃力アップ。78。防御力上げた方がよかったか。毒地獄。どこにかかる？かかれ。82。92。この92がね、結構痛いよ。じゃあ地獄味わせあげましょう。81。バランス崩し。よし。あ、天使もバランス崩すんだね。じゃあちょっと、レンズ攻撃しよう。83。パワーと立て直したよ。ここで特殊技。ここから疲れまで私のターン。いけー！ 81、83、78、93、76、77。おー、6回ダメージを耐え抜いたよ。じゃあ、道具地獄は言わせましょう。83。何？毒液？アイテム毒液。どうのー、効かない。効かない。効くと思ったけど効かない。79。67。ちょっとアイテム、
っと対500回復じゃダメ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 、こっちじゃなくて特殊技の方から使った方が、あれちゃうわ、あ違う違う、あそうやん、うん、え、そうやん、こっから使った方がいいよね。ほいガブ飲み、これで500回復、83を溜まったね。じゃあ特殊技を使いましょう。ここから使いまで私のターン2回目2回目だ。86、73、79、93、85、73、うわー100ダメージ超えだ。毒号やっちゃ、毒地獄79。おい大丈夫だぞ、誰、はーい誰、いや、ね、苦手なの来た、ニハウ、何、お、効かないノーダメージ。先にウェイトレス、じゃあ、あの、え、つまり、先にウェイトレス、じゃあ、やっちゃおうか。95、毒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 、足払い。23、毒液、いや。おー、でも、効かないんだね、毒って。ね、毒って効くかなとかも効かないんですね。さあ、毒地獄、94、ゲチャー、82。いやー、いや、もうなんかもう一回、どんどん毒地獄ばっかりね。毒液、やるぞ。効かない。待って、毒かかってる。ただ、ちょっと灼熱光を先やらして。ここから使うのは私のターン、3回目。いけ。86、78、85、70、80、もうなんかよくわからなくなってきた。噛んだ。100ダメージ超え。戦う。防御。よし、じゃあこんな感じで戦って、ちょ、ちょ、あ、危ない危ない。戦って、行きましょう。ってことで、ちょびっとカット。スパイスをすべて使い切りました。やばいぞ。ということは、普通に攻撃しましょう。50。毒液。いや、かかった。ただ100%なってるので、4回目。ここから使うのは私のターン。4回目だ。78、58、52、49、46、54。やばいな。もう効かない。ノーダメージ。ちょっと攻撃力上げましょう。攻撃力15ターン。よし。あ、てか15ターン低下したんだね。ということは。ガムのみ。攻撃力アップ。81。やばい。ちょっと、もう一個、ちょっと食べ、飲んどこう。ちょっと体力、ちょっとね、怖いからね。はい、回復。72。ただ、もう、ちょっとスパイスないので、もう戦うしかないです。479。100は100ダメージ超え。もう一回。83。まだまだ行く。ちょ、待って、大丈夫これ。82、100%。やばい、やばい。やばいぞ。ピンチ。ちょっと、ちょっと技出す前に回復しましょう。これで決めてる。5回目。いけ。64、73、75、どうたしょ勝った。経験値めっちゃ入るよ。レベル3通り越したよ。レベル4、カウンター覚えましたね。ほいって、なんだ。私の正義が証明されたね。それじゃあ、レフィアもらってくね。チンジャーローさんレフィアを手に入れた。たったたたたた。ちゃん、大丈夫。ちゃんとピーマン抜きで作るから。店主、さ、帰って、開店の準備ね。じゃあ、帰ろうっていう感じなんですけど、今回のパート、まあね、無理に店主倒すことができたので、こんな感じでここまでにしようかなと思います。次回のパートは、チンジャーロース作るんかなってことで、もしこの方が少しでも良かったと思ってくださいましたら、高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ってことで、それではまた次回の動画でお会いしましょう。ということで、ありがとうございました。アニメみたいな動画、シュネコとネシュン、毎月月末を目標に投稿していきます。お楽しみに。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。左側の動画は最新動画、右側の動画はおすすめ動画です。Twitter などもやってますのでよろしくお願いします。チャンネル登録は画面左の丸のボタンをタップか&クリックでできますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ということで、それではまた次回の動画でお会いしましょう。ということで、ありがとうございました。